6日午後5時過ぎ、西区安寺町の信号のない交差点で、平田住宅発如意車小前行きの名古屋市営バスが南へ直進中、突然自転車が前を横切ったため急ブレーキをかけました。この弾みで2人の、2人乗りのシートに座っていた女性客が座席前の手すりに頭などをぶつけ、軽いけがをしました。他の乗客6人と運転手にけがはありませんでした。 名古屋市交通局によりますと、横切った自転車には小学生くらいの男の子が乗っていたとみられ、そのまま交差点から立ち去ったということです。警察は事故の原因などを詳しく調べています。